今年も桜が映る。また変なの持ってきたでしょ。桜。今日のボンボンの日常は桜を買ってきたので、これを植えたいと思います。桜舞い散る中に忘れた記憶と。桜って歌いっぱいあるね。何が並んで、ボンクナはひとまってる。いや、まだある、まだある、あれなんだ、桜舞うゴール懐かしいの持ってきた。みんな知らないよ。じゃないかキーちゃんね。そう、多分キーちゃんね。これ私ロフトで見つけてきたの。桜の話始まったびに届かぬ思いがまた一つ涙と。はい、桜を買ってきたんです。桜を買ってきたんです。桜買ってきたの。そう、これね、植えて、なんかね、私、あの、3本、5本の指ぐらいに入るの、桜が。増えた。じゃあ4位か5位だったらどうしよう。低いやん、結構。そう、桜が私すごい好きなんだけど、それを育てられる。え、すごい。これさ、秘密基地あるじゃん。秘密基地に桜の木を育てたいなと思って。春になったらね、お花見できるじゃん。確かにできるかもしれないけどさ、今はもうシーズン終わってるから、来年の春に向けてやりたいなと思って。すっげーの、まだ気になることしかない。すっごいの、土入ってんの。え、土入ってる。今初めて見たでしょ。絶対初めて見たでしょ。え、すごい。あ、これが桜。いや、私もね、あの、あ、種、桜好きとして桜好きだよ。ほんと見て、種も入ってるよ。すごくない。え、いくつか桜桜の木をさ、だってこれ育てるの無理じゃない？いけた、ここで多分このぐらいに育ったら植え替える。苗をここまでで育てて、そうそう、植えて。で、秘密基地に今、あの、なんだ、花をさ、ちょっと植えてる感じの大きい鉢がある。今木がね、立ってるんだけど、あれ私たちが来る前からあったから、うん、もうなんていうの、枯れちゃってしまっている。おから、ちょっと新しく桜を育てたいって。いつ頃のお目処で考えてる、それ。1年後。1年後にさ、来年の春にお花見出したい。え、待って、舐めてね。え、だってこれ1年で咲くと思ってんの。咲くでしょ、1年あれば。は、咲くよ。だってなら、なんか見たよ、4ヶ月ぐらいで咲くんだ。4ヶ月で、うん、嘘じゃん、絶対嘘だよ。ほら、バカ。何よ。4年かかります。まず、じゃあここまでが4年だよ、まず。え、待って、嘘じゃん。で、あ、発芽が1から3ヶ月で、開花は4年だ。発芽に1から2年かかるよ。ねえ、なんで、え、これはこれは、発芽日数、発芽日数、タイミングによっていつも。ああ、なるほどね。まあタイミングは過ぎてるよね、きっと。え、これで山桜ってやつでしょ。発芽日数4年。いや、待って、開花4年以上だよ、以上。4年だよ。あれか、桃栗3年、柿8年っていうもんね。バカ、もう、まあ、大変なの持ってきても。これ、はどこで見つけたのこれ。ロフト。ちゃんと見て買って、こういうのは。そんなにかかるの。あ、でも待って、種まき前に種を冷蔵庫に入れ、冬を疑似体験させますって。すごい。だって、だから28歳で咲くんだよ。やばい。28で咲くんだよ。それここに咲くぐらい。せっかく買ったから、ちょっと頑張って育てたいんだけど。4年まだ4年だよ。で、多分4年後に、あの時はあんな話したよね。絶対4年続かないからね、育てるの。育てる、買ったからね、責任を持って育てる、私が。この下の穴を下げばいい湯飲みになりそう。ね、ちょっといいけど、ちょっとおしゃれなんだよね。950円か。950円も。1000円もかけたの？そう。これに？やっぱね、桜が見たいんだよ。自分で育てた桜が見たいんだよ。信じられない。よし。ボンボンだけに盆栽を買ってきたわけ？
煩悩の塊だな。今日調子がいいですね。今日調子がすごい調子ね。ということで、どうすんの？育てるよな、こうやって育てるな、うん、でももうちょっと早めに買えばよかったのか。みんな4年後お楽しみに。心配でしかない。これがタイムカプセルだよ。いや本当にそうなるだろうね。私なると思う。タイムもう本当カプセルになると思う。分かった。あのさ、うん、あの桜育てる時にさ、土になんか入れとけばいいの、メッセージ。4年後のうちらへ。東京オリンピックはどうでしたか？4年後は辛いけど、よし頑張る。じゃあとりあえず種を冷蔵庫に入れてくるわ。一定期間冷蔵庫に。え、どんだけ冷蔵庫に入れておけばいいの？一定期間3日。うん、2日だこれ。指輪使う。いや、バカだな。バカだな、ほんと。3日ね、育てるから。うん、3日。めっちゃバカだ。よし、だから育てます。よし、みんなね、期待してて。有言実行するから、継続させるから。やばい、すごいことを見つけちゃった。山桜は発芽の難易度の高い商品。すごいの買っちゃった。初心者が何やってんの。すごいの買っちゃったよ。通常自然界では樹木の種は地中で冬の寒さを体験し、春に発芽するなど四季に沿って成長します。まずもう四季に沿ってないよね今ね。そうね、もうね、分かった。でも日に当てなきゃいけないんだよね多分ね。うんうんうん。発芽後はすぐにラップを外してください。あ、乾燥を防ぐためにラップをかけておくといいんだって。よって、よ、ヒャビギョー、ラップをかけるよ。いや、待って、ボケだから突っ込んで。ちゃんと突っ込んで。ちゃんと突っ込んで。ちょ、待って、冷蔵庫での低温期間1から3ヶ月だけど。忘れそう。忘れるよね、絶対。今日も本当に絶対なんか取り出すときにさ、え、これなんかあるけど。あ、1年前のやつだみたいになりそう。今春だから、4、5、6月ぐらい。無理だよ、覚えてないよ。待って、冷蔵庫に貼っとこう。じゃあ桜が入ってます。6、7月に取り出す。桜が入ってます。4年後さ、花が咲く頃にはすごい YouTuber になってる。お、桜のことなんてもう忘れる。すごい、忘れたくない。桜で、その時は最低だな。最低な人だな、それ。そう、私はね、これから育てていく。多分そういう運命なんだよ、出会ったから、ね、目に止まったんだね。目に止まったので、たまたま4年後だったけど。不運だな、お前も。ということで、今日のボンボン TV の日常は桜を育てていくという宣言でした。宣言だけだね、一生はいいんだけどね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。